全国的にも梅雨入りしたのか、ね、寒いなと思って温まるスープでも作ろう思って作って煮込んでたら、なんかちょっと煮込みすぎて、でちょっとギリギリまで時間かかっちゃって、さっき慌ててバーって食べてたら、この下のこの先の方をすごくこうやけどしてしまって、ちょっと話しづらいっていう状況でお送りしています。どうも皆さんこんばんは、日賀まなみです。気をつけてね皆さん、本当に。でも温まりましたよ、心は。 身も心も温まりましたけど、やけどには皆さんも気をつけていただきたいなというところでして、はい、ですね。何回やってもこういうライブとなると緊張しちゃいますけども、うん、でもね、こういう時期だからしかできないことをと自分の中で決めて始めたことなので、楽しんでいきたいと思います。でね、うん、そう、今回シークレットゲストなんですけど、ちょっと皆さん誰だろうって思ってますよね、きっとね。うん、ですよね。聞こえてるかな声。いやー、そうなんですよ、まあ、たくさんこういう時に、うん、一人で話すのね、やっぱり勇気がいりますよね。なのでちょっと協力してくれる人はいないかと探していたところ、ぜひと言ってくださった方がいたので、もうね、もったぶってもしょうがないから誘いますね。ちょっと待ってね、よ、ちょっと待ってよ、あ、ちょっともうこう、どうしたらいいんだろうな、これはな。ちょっと集中するんで喋れないですけど、ごめんなさい。ですね。ちょっと待ってくださいね。ですね。あれ、チャーリーの時どうしたっけな、消すと、うん、ごめんなさい、本当にまだ慣れてない。あ、ちょっと待って、これで、すごい始まりからごめんなさい。ん？どうした見つけられるの？よいしょ。困りましたね。前どうやってたんだろう。これコメントじゃないもんね。誰か誘い方わかる人います？ね、すごい、こんな、ごめんなさい、こんなグダグダな私に、もう2万人もごめんなさい。ちょっと待って、本当にどうしたらいいんだろう、これは。これで自分からね、どうしたものかね。6分経ってますね、ごめん。向こうも待たせてるし。
これ検索したら出てこないのかな。あ、相手の方にリクエストボタンを押してもらうしかないですね。リクエストボタンを押してください。見てるかな。フォローはしてるんですよ。そう、こっちから送るものだと思ってたんですけど、リストを見る。リストね。あ、来たー、いたー。はい、押します。本当にごめんね。インスタライブ大丈夫、私が先にやるから後で送るねって言ってくせにずっとなんかもう静止画なんだもん。もうこうで、あれ、でも見てくれてる人のおかげで、うん、僕の方からリクエスト送るっていうこともできるよっていうふうに書いてあったから、なんか俺も触ってみたら、まなみちゃんへのリクエストみたいなものがあったので、うん、出てきた、うん、出てきた。よかった、もうやったよ。フォロワーの皆さんありがとう。ありがとう。そしてシークレットゲスト、三浦春馬くんです。三浦です。皆さんよろしくお願いします。元気か。そうだね、久々だね。元気だよ。よかった。のんびりしてますよ。ステイホームしてますよ。そうね。いやー、どう、みんなの反応どうかな。そう、なんかびっくりしてるじゃない。そう、2 weeks のつながりだって言ってる人もいるんだけど、2人の関係はどういう関係、うん、っていうふうに言ってる方もいるから、そう、分からない方もいるかもね。だから説明しないとかね。そうだね、あれは去年だよね、もうね。ちょうど去年。いや、去年かよ。の私、そう、来月、そう、誕生日の日にクランクインだったの。うん、そうだ、そうだ。だから6月ぐらいに全体インしてて、私は誕生日の日にインして、で、まあ、うん、ね、あの、2X という、まあ、カンテレさん CX 系列のドラマで、去年、連ドラか。そうですね。して、そうで、春馬くんが主人公、逃亡劇なんだけど。そう、逃亡劇だね。で、春馬くんの私は、そう、元恋人です。すっごい春馬くんの役のことをすっごい憎んでるっていうか、恨んでるっていう感じだったんですよ。そうなんだよね。それでドラマの中では、ね、くるみちゃん、ね、なんかくるみちゃんが娘役で出演してくれて、うん、そう、二人は、そう、もともと恋人で、二人の間には子供がいたっていうような設定なんだよね。そう。そう。ね。さすが、で、お話しくるみちゃんのことを。いやいやいや、そんなことはない。私、説明下手すぎて、ほんとごめん。いや、そんなことないって、ないと思いますよ。いやいやいや、でも、そうそうそう、そういう関係性で、結構なんかディープなシーンが多くて、会うたびになんかこう、喧嘩したり、泣いたりっていう。すごい大変だったもんね、春馬くんも走って、まあ、逃亡劇だから常に走ってるイメージで。そう、ね、そう、走って止まったと思ったら、なんかすごくエモーションなシーンやんなきゃいけないみたいな。そうそうそう、うーん、みたいなさ、くるみにあって、うーん、みたいなさ。なかなか、やっぱり、すごく激しめだったけど、楽しかったなと思って。そうだね。でもなんか、まあそういう中でも、撮影裏ではすごいやっぱりくるみのおかげでみんな和気あいあいとなんか家族みたいに仲良くなってさ、うん、満場一致だね。もうあの可愛さには癒されるし、たびたびもう出会ったらもうやられるしみたいな。そう、あ、もうみんな好きになっちゃうみたいなもん。うん、虜でしたね。そうそうそう、だってしばらくあれだもんね、待ち受け画面、うん、くるみだったでしょ。うん、ね、そうだよ、そうだよ、こうやって抱っこしてるさ、もう、そう、ラブラブの。そうなんだよね。もう、あったね、そんな時も。あったよ。だからそのドラマがきっかけ
だったんですよ、皆さん。ああ、そうなんです。皆さんに対しての話だったのにね、今ね。二人で盛り上がってしなんまったか、よね。思い出、そう、コーナー、そうなの、インスタライブってこうやって思い出話しちゃうと、ついついここで、ああ、だったねってなっちゃうんだけど、そうだね。今回はさ、せっかくまあ、せっね、かく確なかんで。に、ライブするそかうそら、ね、みんなとう。楽しんでいこうっていう、ね、と。機会をいただいたんで、まなみ先輩に。ありがとうございます。いえ、そんな先輩、まあ、年は先輩ですけど、全然喋りの方は本当にね、いや、でもよくぞ、いやいや、来でてくださも、いました。インスタライブ始めてからのその立ち上がり、そして、今回はスペシャルゲストがいますまでのつなぎというか、何、温め方みたいなものって、もうこんなに上手なんだって思ったよね。一人で笑ってしまったもん。やけどしちゃったんだなーって。そう。それ、本当の話だから別につなごうとかじゃなくて、私はもう、だけど、思ったことしか言えない、本当に直球型なんで、本当に下やけどしてるから、すっごいね、ここら辺行きたいの、ずっと。バそうカでしね。ょう、相変わらず、もうボケボケいですやけいど。や、急いだのね。で、そうな急いの。だ。なんか急いだんだと思って、で、僕もそのインスタライブをする前に、もう料理作って、一人で食べてしまおうと思って、作ったんですよ。今何作ったの？日。よくぞ聞いてくれました。それ待ってたでしょ、今、完全に。待ってた。上手よね。そっちの先い輩やも上手よね、その引き出しがさ。いやいやいや。うまく説明できるかわからないんだけど、今日思い立って、先日、プロフェッショナルの、なんか再放送なのかわからないんだけど、見てた。私も見見ててた、た。サザン巨島匠さんったちていがう、作るレシピみたいな。そう。で、たまたま、サザン島さんっていう伝説の家政婦あ、知ってますさんよ、ね。島さん。やっぱ有名なんだ。僕、本当に恐れながら、その日まで知らなかったんですね。そうなんだ。なそんれだけは。ど、もう、驚愕したの。こんな、その回をね、こんなにお手軽に、ローストビーフが作れるんだって、自分一人で。もう、ローストビーフをもう、片面ずつ、ザーッと焼いて、で、あとは、サランラップで、何重にもして、で、ジップロックに入れて、で、強火で沸騰したお湯お湯に。に、そう、入れて、あ、それ見てた？もしかして。見てた。そう。それで、強火で確か15分か10分ぐらいやって、で、あ、10分か。で、その後、沸騰したもので10分した後に、何？全部火を消して、で、10分、あ、15分か。放置すると、ローストビーフの出来上がりっもて。う、もう完全に再現してくれたね、今、皆さん、明日ぜひやってください、ローストビーフ。いや、わかる。ちょっと宣言します。で、嬉しすぎて、やっぱさ、ローストビーフ自分一人で作れるもんだと思ってなかったから。いや、だってさ、ローストビーフってもう、レストランとかで食べるもんじゃん。買ってそうなんだよくるね。ものとかさ、レベルが高いものを、そ島さんは、う。うん。もう、あの、なんていうの、ドライな感じでタタわタかタってる。作っちゃうでしょ？うん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 。かっこいいんだよね。そうなんだよね。さりげないところがまたかっこいいんだよね。わかるよ、わかるよ。コメントで、島さんの虜になってるって書いてある。そうなの。だ本当から、ね。思わずやっぱりこう、写真を撮ってしまったから、明日、というかこのインスタライブ終わったら、ちょっと見てほしいから、その出来栄えを。だじゃあから、皆さん、せっかくなんで見てください。そう、見てやって。見てやって、僕の出来栄初えを。めてのローストビーフを。全然だから、もうしっとりし、いい感じに仕上がったの？いや、本当に。でも、もう、出来上がったものを、こう、待ちきれなかったから、もう、早く食べないと、インスタライブ間に合わないなと思ったから、でも、島さんは、ちょっと寝かしてくださいねって言ったの。ローストビーフをね。じゃないと、中の肉汁が、こう、回りすぎてしまって、切ったらバーって出ちゃうからって。それを、守れずに切っちゃったわけよ。だから、ちょっとね、肉汁が出てしまったけど、それはまあ、次回のその反省点として、やろうかなっていうふうに思います。本当に
インスタライブ、あ、そう、インスタ私もフォローさせてもらってるんだけど、春馬くんの。ここ最近、あれだよね、自分全然写ってないよね。映んないね。てか、料理の写真、同じ画角の料理の写真を、もうずっと上げてるんだけど、全部美味しそうなのと、あと私が気になったのは、器が、ほとんど全部違うでしょ。いや、そんなことないよ。いや、器実は使い回してるのよ。本当。そう。だから、もう少し欲しいなって思ってるぐらいで、だから、よく使へえ。うお皿のルーティンとしては、もう、ほんと、4種類とかしか、実はないんだよね。あ、そうなんだ。そうなのでよ。も料理の種類と、だから盛り付け方だろうね。いや、あ、センそう言っスていいくれまなとす？思って。ありがとうございます。もう褒めないけど、もう褒めないや、けすいまど。せん。すいません。ちょっとちょっと自分の話ばかりしすぎたけど、そう、なんかみんな、なんかこう、聞きたいことあるのかなとかって、そう。全然そういうのこう、も。そうだよね。見た方がいいよね。こういうのって。指が美しい、春馬くんだって。ごめんね、そういうの拾っちゃうタイプなんで。ちょっと。いや、だってよ。あだっりてがとうご初ざいめます。てでしょ。インスタライブ初めてでしょ。いや、それがね、自分でもやってるのよ。インスタライブを、そうなの。そう、4月5日に誕生日を、みそじを迎えたんですけれども、おめそでことうごでざいま初めす。て、ありがとうございます。とても嬉しいです。それ見これれなかからっどんどんた。頑張っていきます。それあ、そうだよ。30歳の抱負。30歳の抱負？ごめん、す30ごい唐歳突すぎるよね。もう30歳迎えた時のなんかこう、なんだろう、海外さっていうかもう気持ちを忘れてしまっているからもう何を言っていいのかわかんなくなってるよ。いきなりこういう迎えて大変な世の中になっちゃったしね。そうだ夢もあるね。し。でも元気に過ごしてるんでしょ？なみちゃんも。まあいろいろ大変だとは思うけど、みんなもね、いろいろ大変だと思うけど、そうね、大変だけどね。でも、なんかこうやってやっぱり、インスタなり、SNS なりとか、みんなこう元気そうなのは見てわかるし、個人的にも仲間と一緒に連絡取ったりとかしてるから、やっぱ便利な世の中になってよかったなって思うよね。これが全そうくだなくね。て、家の中で確かに。ずっとこもらなきゃいけないってさ、もうそれこそ、もううわーって発狂したくなると思うんだけど、なんか確かこうにいう場があね。るっていうのはありがたいなと思って、全然。確かに。だけどね、なんか、やっぱさすがに、もうさ、まず断捨離とか、あ、断捨離しました？もう断捨離しまくって、もう物がなくなるぐらいやって、で、料理にもハマり、やりまして、見てる映よ。像系も見たり、ちょっとやり尽くしてしまった感はあって、今、最近はちょっと燃え尽きてるんですよそうか。ね。お家の中で燃え尽き症候群ね、今。そう。だからもう、あえて今はそれでもう、ちょっとだらっと頑張るのをちょっとやめてみようっていう自分の習慣という期間。ちょっとだけの期間にしてみて。なんかさ、起きる時間とかを、しっかり決めてルーティンにしてるみたいなこととかしてるの？起きる時間。起きる時間はさすがにゆっくりになったけど、起きてやることは、前も言ったよね。おはよう運動。なんだっけ、それ。ひどなんだっくけ、なそいでれ。すか？あごんだめん、けお私はよ熱弁したのに。う。いやいや、あ、なんか、待って。おはてよか、う運イン動っスタて。見るといつもガーさんライブやってるって本全然変わらない。当だ。だって、タイミングがいいん寂しいだよ、かきっも。と。あ、そうね。タイミングがいいんだよ、おすずさんが。そうなんです。私もですずがアリスと2人で兄弟ライブするとき、必ず、おはようって おはようって言ってるよ。おは だようから、おはって。よう運動やってほしいの。そう、もうずっと言って今？るんだけど。待って、おはようって言えばいいの？
話聞きます、ごめんなさい。本当にさ、全然覚えてないのね。ひどい話よりも1年経てばこういうもんですよね、どうせ。共演した仲なんてさ。いやそんなことないですよ。いや、もう、トゥーウィークスの絆は。嘘つけ、失礼しました。いや、あのね、朝起きますでしょ。で、はいはい、まっすぐに、あの、はい、窓の方に行き、カーテンを開き、全開に窓開けて、はい、息吸って、おはようって言うの。おお。なんで？それだけ。そうだ、そうだったわ。それ、おはよう運動じゃないじゃん。え、なんで？おはよう運動じゃなくて、なんか、おはよう呼吸みたいな感じでしょ、もう。おはようっていうことでしょ。あ、そう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 。そう、それ。でもこれを、おはよう運動ってね。命名。うん。運動にした方がさ、取ってますもんね。うん、そうそう、私の中では撮ってて、それをあのみんなに勧めることでさ、その運動が広まっていけばいいなっていう思いなんですけど、うん、全然広まらないっていう。どうせほら忘れられてるし。いや、ごめんごめん。広めようって多分俺賛同した気がするんだよね。確か。そう、そう、そう、最初はみんなそういうのよ。うん。ごめん、一回もやってないわ。もうそういうもんですよね、はぁ、あ。一気にやる気がちょっと待ってあのいきなり切らないでいきなり切らないで、あのみんなびっくりあともうちょっと、もうちょっと大丈夫かな、もうちょっと、もうちょっとね、せめてあともうちょっとお願いします。いや、ほんとほんと、いや、じゃあ逆にハルバ君がやってる習慣は今何ハマってることでもいいし、なんだろうね。いや、ほんとに寝る時間と起きる時間がバラバラになってしまったよね、うん、それは良くないなと思いつつも、うん、やっぱりこういう時じゃないとこう見れないものだったりとか、あと読めないものだったりとか、うん、取り組めないこととかってきっとあるじゃない。だからまあバラバラになるのはしょうがないなっていうふうに思いつつも、いけないなと思い、例えばなんかこうあまり声に出して言うのも恥ずかしいんですが、いいよ出して、あ、ちょっと待って、声を出して出してとか、はい、うーん、どうぞ声を大にして言ってください。声を大に、はい、ですね、料理以外にですね、はい、うるさい？大丈夫？え、全然いいよ、全然いいよ。みんなに伝わるように、どうぞ。そう、まあ、ある盾をやっていまして。おぉ。そう、木刀だったりとか、居合刀を使って。で、それを、型があって、ちゃんと、ある流派に。はい。ある流派のところになる。ちょっとステイ、その手に何書いてるの、はい、手に。あ、これよくわかったね。ちゃんと、名前を間違えないように、うん、タサンシマさんって書いてある。真面目か本当に。いや、間違えたらダメじゃん、間違えたら、本当に失礼だなと思って、ね、うん。で、バレちゃったわけね。あ、ごめん、バレちゃった。うん、恥ずかしいな。いやいや、大丈夫。ちょっと、面白かったよ。やっぱちょっとみんな、好感度上がってると思った。こんなんで上がるかな。はい、まあまあまあ、はい、それだけ。まあまあ、はい、まあ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 、要は運動してるってことです。その、盾を。家の中でできる？そう、うちの中で、肩って、うん、なんだろう、そんなに、なんだろう、大げさな動きをしないから。だからコンパクトに、それをやって、うん、こう、なんだろう。道と性じゃないけどさ。性のゆっくり動くってことってさ、うん、割と、まあヨガもそうかもしれないけど、うん、疲れたりとか、呼吸を大事にしたりとかするじゃない？だから、メディテーションだったりとか、まあ瞑想の、あの、ミーニングも入ってくるような気がして、うん、だから、ちょっとやってみてるっていう感じかな。運動としてはね。なんか、本当に、うん、んな感じ、いつもいろんなことにさ、チャレンジ してるよね。その、ドラマ中も、うん、すごい印象的だったのが、やっぱり、なんだっけ、まず、すごい健康管理もすごいか、いまだにそうだと思うけど、さっきの食につながるけど、はい、朝ごはんを作ってくるじゃない、ちゃんと。たまーにね。まあまあ、毎日じゃないよ。だって主、うん、だって主演でさ、あんな毎日忙しい中、うん、え、何持ってきてるのって思ったら、このぐらいに出したの、なんだか覚えてる？
多分ね、パプリカか、あと、みょうが。ね、皆さん、うん。春馬くんね、みょうがをね、朝、ドラマの現場に持ってきて、それをそのままバリバリ食べるんですよ。いや、この人おもう、かしいんじゃないかって一生思いましたけど。そう思われますよね。そう。いや、本当に。いや、これこのまま終わってしまうと、ただのなんか、みょうあ、ががごめんごめん。大好きな人っていうことになってしまうから、もうちょっと説明してほしかったけど、そういう、だから私は投げやりなんです。ごめんなさい、本当に。いやいだけや、ど、違うんでみす。ょうががほら、体にすごく良いのでしょ？そう。もちろんみょうがも体にいいんだけど、ほら、朝ってさ、おにぎり出してくれるじゃない？現場で。でも、おにぎりをいきなり食べてしまうと、朝ごはんに。食事の時にね。だ血糖値がぐんと上がってしまうから、だから、こう、野菜を食べて、あとは、もしかしたら、その日持ってきてたとしたら、納豆を食べて、で、おにぎりを食べるとかっていうことの方が、緩やかに上がるから、そう、体のパフォーマンスとしては、その一日、すごくいい状態で迎えられるよっていうことを聞いたんですよ。だから、そうやってみた。だけど、よろしかったでしょう、皆これで。さん、聞きました？皆さん、聞きました？で、みんな、私は何度も聞いてるから、もう、です。はいじゃないよ、はいじゃないよ、はい次の話じゃないよ。じゃ、尊敬してるの、本当そにね、すごい。あとは、春馬くんが言ってくれた言葉で、う。すごく刺さったのが、食べた一食が、自分の未来への投資なんだって言ってたじゃない。あれはすごそう、くすご響いく、て。確かに僕もそのクリニックの先生にそういうふうに言われたからさ、そのままお伝えしてたんだけど、やっぱりね、体に入れるもの、口に運ぶものは安全、そして、なんだろう、まあ栄養補給だからさ、で、この先、じゃ自分はね、例えばミュージカルだったりとか、僕らはこう舞台に立つこともあるけれど、そこでいいパフォーマンスをね、長期にわたってしていきたいってことに考えたときに、やっぱりね、体は資本だから、なんか今のうちから、いや、一日から、いや、一食から、頑張っていこうみたいなさ、そういう気にさせられたんだよね。暑いそうそうそう。ね。でいもそや、れは暑くずっない、と暑くない。続けてるんでしょ？そういう、その精そうだ神。ね、無理ない範囲で。そうだね。そんな感じだやー、ね。いつもなんか、春馬くんのそういう話とか聞いたりね、もう聞くとね、ちゃんとしなきゃって、いつも思ってました。ありがとうございます。みんなから、ちゃんとしてる、真面目ってすごい言うの。そう。あと、なんか、アホゲって書いてある。アホゲ？アホゲって。そりゃそうですよ。セットもしないですよ、家にいたら。そらそりね、ゃ、そうだよ。髪の毛も静電気でね、容そう器だ立ってよ、アるのホにゲに容なる器。よ。そうなんです。え、じゃあ見てみる？そうですね。これさ、見てみるってこれ、質問なんかあるかなと思って見てみるって。で、さっきまなみちゃん何飲んでるのって書いてあったよ。これ炭酸水、お酒じゃないよ。炭酸水。炭酸水飲むんだね。好きなんだね。なんかちょっとやっぱりやけどしたから ははははは。ちょっとでも冷やそうかなって。そうなんですよ。妙我マン、妙我王子じゃないよ。健康にいいんだよ。本当面白い。健康にいいんだよ。そうだよ、みんな。じゃあ質問来てるから。あ、そうなんだ。これ多分見ね、れるの？私が始めたじゃん。そこからだと、2人への質問が見れるのよ。あ、そうなんだ。共演エピソードを教えてくださいって、なんか覚えてる？共演エピソード？もうどうせ忘れちゃってんでしょ？いや、やっぱりその、おはよう体操のあの聞いたときは絶対本覚当えてに、ないじゃん。いや、素晴らしい方だなと思って。いや、いや、自分はぁ？も、でも、なんだろう、なんか、なんだろうな、なんかこう、覚えすてごないじゃん。く、いや、いや、その時の印象を語ろうと思ったんだけいど、いよ。こっありち、がとうございそます。う、そう、くだなんさかい、くださこう、い。おはようってやるんですって、
で、なんか、でも、情景が見えたんだよね。その、いや、もちろん僕は、まなみちゃんの家に行ったことがないから、ベランダがあるのかどうかわからないけど、なんかカーテン開けるって言ってたのにもかかわらず、なんか、ベランダにいきなりこうテレポートして、まなみちゃんが。で、外の空気を吸ってるみたいな。それぐらいなんか健康的で、なんかきらびやかな、なんか朝の光がこう差し込んできてっていうような、それぐらい生き生きした表情でそれを語ってたのが印象的だったの。今日、これ初めて言うけど、今ああ、そうだったの。日。そうなんだよあら。ね。いや、本当だってそうだもん。まあなんか、どんなことがあっても、それやったらもうリセットして、よし、今日もありがとうって始まるから。そうだね。だからさ、割と現場はすごく、なんて言うんだろう、シリアスなシーンも多くてさ、やっぱり、くるみが演じてる花ちゃんっていう娘の、やっぱりね、病気のことというか、命を、心配してずっとこうもう泣いたりクーってなるシーンが多かったんだけど、本当にそれすることで、あ、今日も楽しい、みんな最高なチームと一緒に仕事できる、ありがとうっていうのでやれてたから、でも楽しいのが顔に出てたと思う、そのまんま。そうだね。なんかこう、じゃあ物語の一番最終話か。家族、まあ3人で、どっかの公園に行ってさ、キャンプ張って、それでテント張って、で、サッカーでさ、こう遊んでるっていう、ああいうあっシーンたも、ね。実はこう、カメラが回ってないところでも、みんなで遊んでいたじゃない？そうそう。ああいう、なんだろう、時間が本当に、なんか、すごく良かったなと思って。わかる。あ、ね。家族ってもちろんさ、子供もいないし、あれなんだけど、あ、家族ってこんな感じなのかなって思った瞬間というか、やっぱり、なんか熱い話になっちゃうけどさ、お芝居しててもさ、やっぱりフィクションであってさ、もちろん本当のね、その娘じゃないし、恋人でもないけども、その世界観を作り上げようとみんながギュッてなるじゃない？なんだけど、それが一瞬本当にフィクションじゃない風な、そのさっき春馬くんが言ったように、なんかリアルな世界観になる瞬間があったんだよね、2X で。何回も。そうだ役ね。じゃなくて本当に自分も母親の気持ちになれたしとか、多分それ一番春馬くんがそうだったと思うけど、いや、だからいい作本品当、というか、本当に。本当に現いい場に、作品だし、そう、現場に出会えたっていうこともそうだし、本当に、うちのマネジメントともすっごく当時話してたんだけど、まあ本人にも伝えたことあると思うんだけどさ、まなみちゃんってこう、現場を本当に明るくしてくれたりとかさ、なんかこう、なんだろう、フレッシュな風を、こう、入れてくれるような、とっても自然体じゃない？現場でも。だから、なんかそういう、そう、共演者にも恵まれたっていう、その作品がね、っていうこともそうだと思うし、そしてやっぱりスタッフも素晴らしい人たちばかりだったしさ、あとは、ね、花ちゃんをやったくるみが、本当に本当に可愛かったし、演技が上手いだけじゃなくて、本当に子供らしい部分はあるじゃない？だからとっても愛もさなんれる。か、ね、一緒にいて楽しかったんだよね。いやー、よかったね、ま本当たに。やりたいけどね、もうでもね、またね。あれはね、解決した。そうあ、そう、ね。春馬くんの主題歌も良かったってよ。ああ、嬉しいです。歌ってたもんそね、う。春そ馬くん。う。ね、頑張らせてもらいました。いや、去ね。年本当にいろんなことにチャレンジしてたよね。そうだね。歌にもチャレンジさせてもらったし、初めてね。そう、ダンス。止まった。止まっちゃったね、今ね。ご大めん、丈ご夫。めん。ダンスね。よかったですよ。もう去年は本当に一緒にお仕事ができて。また仕事しましょうね。今はい。度。こちらこそ。頑張るんで。私は、じゃあ、おはよう運動して、そして私はみょうがを食べるから、ちゃんと。
健康絶と対心と嘘こう。だろ。それを続けてたらお絶互い対嘘だ。どう進化するかっていうなんかやる気になるけどやってみる？ やってみようよ。とにかく楽しみ見つけてさ、やろうよ。なんかね、もちろんこの間テレビをね、一緒にやらせてもらいましたけども、今度じゃあ映画、舞台だったら、ね、どっちがいいんだろうね。なんかこう、皆さんの要望とかあるんですか？あ、なんだ、映画どっちだろう。とかってあるのかな？で、どんな設定でみたいなこととかってあるのかしら？アンサー、プリーズ。あ、でも結構 2X 見てくれてる人多いね。妙が嬉しいね。そう、妙がってなんかみんなに刺さってるね。妙がの話ばっかり。そうだね。大丈夫？大丈夫。ちょっと妙がが。ねえ。うん、ま、高島さんもめちゃくちゃ素晴らしい方でしたよ、本当に。高島さん大好き。ね。そう。高島さんはって。もういつもなんかこう、ためになる話だったりとか、演技論だったりとかね、話してくれたよね。きょんちゃんはだって。あーね、会いたいね。みんなもね、年末。うん、京子ちゃんね。年末かな。あ、一回集まれたけどね。うん、あ、そっか。そう。え？年末、あ、そうかさ、うん、そうだね。そう。みんな元気かな。ねえ。あ、でも、舞台、もう映画も舞台も。そう、なんか、多いね。なんか、うちのマネージャーがね、個人的に、うん、これ言ったら怒られるかな。いいよ。吉根ちゃんのことが大好きで、うんうんうん、それで、インスタを見るんだって。で、うん、吉根ちゃんが、主催のなのかな？インスタライブをして、で、たまにこう、うん、どなたかとこうコラボをしてるんだけど、うん、やっぱね、本当にいい子って言ってた。うちのマネージャーが。本当にいいですね、みたいな。いや、そうなんだよ。そうなんだろう。ね、本当にまっすぐな子だもんね。そうだね。なんか、本当に。こう、親御さんに会いたいタイプの。どうやったらこういう、ね、こういう素敵な子がまっすぐ見つれずにこう育つんですかって聞きたいぐらいの、そうだね、子だったな。もうなんかどんな人となりとか知る前に尊敬しますって全然なんか言える感じだよね。素敵ですみたいな。そうそうそう、いやみんなにも会いたいな。そうだね。ちょっとね、休息したらじゃあ春馬くんの誕生日会もしようか。ありがとう。しようよ。落ち着いたらね。そっか、ありがとう。もし、なんか、してくれたら、それはそれで、なんか、本当に嬉しいです。ぜひ。ですよ。その時は、皆さんにご報告しましょう。本当にやってくれましたって。みんなでやってますよって、写真でも撮るなり。そうだね。インスタライブ。ライブはちょっとやっぱ緊張しちゃうかもしれないから、ね。そうだね。そう。ちょっと。写真でお送りしますか。そうだね。あ、まだでもすごい映画で双子役とかってすごいね。全然顔似てない。双子役大胆。それもかなり芝居力が求められるやつじゃないですか。分かった、それしよう。じゃあ双子役をしよう。ハードル高い。いきなりハードル高い。いやもう本当にハードルが高い方がこう声がいがあるじゃないですか。だからもう吉野ちゃんから来てる。わーって。本当、うん、今見てくれてるよ。ああ、嬉しいね。やっほー。元気かい？よしみちゃん。元気でやってるよ、僕たちも。そう、会おうね、うん。そうだね。今、耐えるしかない。うん。うん。そう。だから、いや、双子役はちょっとごめんなさい。だけど、なんか、ごめん、勝手に振ってる。やる方法だったよね、今ね。違う、双子役じゃなくて、うん、いや、双子役じゃなくて、なんかさ、うん、例えば、男女が入れ替わるとか、ベタかな。でも最近聞かないね、そういう企画。ほら、一時期、少しこう流行ったというかさ、うん、うん。すごく面白いっていうことでさ、みんなね、作ったりとか見てたじゃない？うん、なるほどね。
そう。で、なんか、あんまりシリアスじゃない。今度はもう、すごいちょっとコメディーな。そう、コメディやりたいね。ココメメディ好ディーやきりなんたですよ。大好きなの、コメディ。い。いやー、知ってますよ。本コ当メディ、に。コメディ、まなみちゃんのコメディ見たいな。今から見私、れるまなみちゃんのコメディって何？ちょっと見あるんわ。まりコメディチックなのなかった。最近で言うと、ケイジとケンジっていうドラマを今年1月クールでやってたんだけど、やらせてもらってたんだけど、それはもう本当に、まあ、ちぐはぐのその登場人物、主人公2人の間に挟まって振り回されるというか、ツッコミじゃないけど、そっか。だからなんか、軽ザ快な感じだね。そう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 、テンポよくっていう感じだから、いわゆる、そうだね、ザ・コメディはないかもしれない。そっか。いやー、ちょっと、でも大好挟まれき。て、なんかこう、ん？みたいな表情はあったりとかするんでしょ？そどうしよう。どっちにつこうかう。しら。みたいな。そう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 。いや、でも、振り切った役をやってみたいな。本当？いや、似合いそうだよ。見たい見たい。コメディやちょっとやりろう。たい。一緒に。ぜひと も、ね。どこタイにミンアグピーがあルればすれね。ばいいか分かんないけど、言えば、有言、そ言う。霊になみるなか。さん、コメディやりたいです。ぜひよろしくお願いします。応援よろしくお願いします。ていおう願いか、しすごいます。ね、もう40何分も話しておりそうまだすね。ね。そろそろかな。そろそろじゃないですか。ちょっええ。とごめんすね、ごい楽しかったよ。私が最初、ぐだぐだしてしまって。いや、あれも、ビューアーからすれば、すごくこう、アップになったりとかしてて、こう、あ、これどうしよう、どうしようっていう感じが、やっぱこう、ぐっとくるんですよ。いやいや、本当に、もう、素敵だったと思いまもうこっす。ちも、もうこっちで付き合ってくれてありがとうございました。ありがとうございました。また今ご後めんともね、よころんしなくお願じ、いします。ね、今後ともよろしくお願いします。はい。これさ、自分で切ればいいの？見て。そう。また。OK。じゃあ、僕が切るね。じゃあ、皆さんに、よろしくお伝えください。こあ、の、待って、残ってくれる。スクショタイムがしたいって。どうすスクる？ショタイムって。こういうこと？写真？ちょっと待って。そんなのあるんだ。あるらしいよ。ちょっと待って。これコメント。何これ？すごいね。スクショタイムなんてあるんだ、今。そうなんです。で、やっほー。ここ。ちょっとでもコメントに紛れ、あ、はい、どうする？ポーズどうする？普通？はい。OK。よこんなのあし。るんだね、今。スクショタイらムって。しい、らしいよ。もへー。う、皆さんに。癒しをありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、皆さんも引き続き、ステイホームでお元気でいてください。じゃあ、まなみちゃんもありがとうね。ありがとう。おやますたみ。ねー。おやすはーい。みー。バじゃあイねバイ。バイバーイ。ー。バイバーイ。いや、皆さん。